じゃこれで、まあ、マスターとの距離、マスターランレートが、あれレートだよね。はいはいはい、それは対策済みというわけか。バウンドしてんじゃん。いや、待って、これは勝てる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 、ああ惜しい。そんな足払い強すぎない？ああうぜえぞお前。あーもう投げ分かってなくなるそれ。いける。あー読まれてんの？うわーマジか。いやーちょっと待って、いやもう一度、いやまだ いける。もう一回やろうぜ。いやまだまだまだ、えマス、これいつさ投げてくんかの読み合いがうぜえんだけど。いやそれやばい、近づけんのやけど。もうそれ、ああちょっと待って、マジで本当にお願い着すんじゃねえお前。いやーこれずるいねんこれ。やばいやばい、なんでなんでこんな守り固いの相手。ちょっと待って待って待って、もうちょっとずるい、なんかなんか動く力抜けないんだけど、なんかはぁ一発ぐらい当たったやろ。なんかええー、一戦目めちゃくちゃ良かったのにな。こうやってやってんのこのマスター。こいつら結構レベル高い、こいつらレベル高いんじゃねえか。え始まった、なに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 、えドラゴンボール始まった、ドラゴン、えマスターってこんな強いんだ。ドラゴンボール始まったけど、ちゃんこいつらちゃんとやっとる。こいつらガチでちゃんとやっとるやん。やっぱこの剣の方が強いのかな。この剣強くねえか。
俺この剣にさ、俺この剣を追い詰めたのすごくない？俺すげえこいつ。いや、ちょ、この件に話聞いてみてえわ。俺どうでしたかって。正直ちょっとやばいと思いましたかって言ってみたいよな。こいつに聞きてよ話を。ちょっとこいつ後で教えてくんない？ゆうひくん。ゆうひくんにちょっと聞いてみよう。ちょっと焦ったよなって。こいつに体感聞いてみようぜ。新次郎さん、多分実質ダイヤ1いけると思いますって。多分言うと思うよ。あ、でも、相手もマスターだから。とはいえ相手、とはいえ相手もやっぱモダンルークやから。いやこいつやっぱうめえよ。俺このうまいやつ倒しかけたからね。強え強え。ドライブケージガンガン使ってんな。これ大丈夫ですの？これちょっと戦ったやつ教えてくんない？こいつ殺す。お前マジ殺すわ。こいついいやつだと。こいつだったらさ、お前ちょっと負けかけて、こいつちょっと負けかけてたよな。こいつお前負けかけてたくせに、お前忘れてねえからな。俺 お前負けかけてたよな。おいこれなんて読むんだよこいつ。お前負けかけてたやんけ。